信玄餅は山梨県北杜市に所在する菓子製造メーカーの金政券株式会社が製造、販売する土産菓子、和菓子、同社の登録商標である。武田信玄が絶賛したことにより、信玄餅という名前になったという説もある。牛皮と餅米で作った餅に、きな粉をまぶした餅菓子で黒蜜をかけ、付属の用事で食べる。食べる際に、 きな粉や黒蜜が溢れるため、金政権が進める、信玄餅の食べ方がある。海の戦国大名、武田信玄が出陣の際、非常食としていた、砂糖入りの餅にちなんで作られた、という逸話と、山梨県ではオーブンに食べるのが風習となっている、安倍川餅から由来した、という二つのルーツを持っている。販売当初は、現在の土産品形態ではなく、 阿部川餅のような大きな切り餅を牛皮加工し、きなことまぶし、黒水をつけて、信玄餅と銘打って販売していた。その後、現在の古包装へ形態が変わり、土産品として定着した。現在、信玄餅を販売する、金政権では、販売当初の信玄餅を再現した、極上製、信玄餅も販売している。水信玄餅信玄餅の派生型として、 水深源餅がある。北都市の白州町から流出しているミネラルウォーターに寒天を少量加えたものである。透明度と食感を表現するため固形化できるギリギリの量の寒天を使用していることから常温だと水が染み出し続け30分でしぼんでしまい販売できなくなる。そのため金星圏の店舗である大河原金星圏のみしか取り扱っておらず、かつ 販売時期も6月から9月までの土日曜日のみとなっている。画像左が信玄餅、右は貴郷信玄餅。デザインや中身は告示している。画像左が信玄餅、右は貴郷信玄餅。北斗市の金政権が製造、販売する信玄餅のほか、笛吹市の貴郷屋が製造、販売する貴郷信玄餅も存在する。気境屋の 信玄餅は1968年、金政権の信玄餅は1972年に発売された。貴郷屋の貴郷信玄餅は1970年に第5回新作観光お土産品コンクールへ出品され、翌1971年4月1日付、山梨日日新聞への広告するも、貴郷屋の商品名信玄餅は、 金政権の信玄最中信玄もなかと同一の商標区分上で類似しており、気境を追加して気境信玄持ちへ名称変更して争いを回避している。後に、金政権は信玄持ちを商標出願して商標番号101万5994号で登録され信玄持ちを発売している。よって正しい解釈は最初に 信玄餅を売り出したのは貴郷屋であるが、現在、貴郷がつかない、信玄餅という商標を取得して売っているのは、金政券である。双方独自のオンラインショップを設けて販売している。他、甲府駅では改札外土産コーナーで、貴郷信玄餅を、改札内のニューデイズで信玄餅を扱っている。また、山梨県観光協会が、東京駅八重洲口付近に出店している。 アンテナショップ、富士の国山梨館など、両社平売店舗では、貴郷や課金政権が確認される場合がある。貴郷屋は他にも、信玄を関する商品を発売しているが、貴郷信玄持ち派生商品は、貴郷、信玄と、貴郷を関し、貴郷信玄持ちに関連しない、独自商品は、貴郷の文字を省略している。ありがとうございます。